さあ始まりましたビジネスプラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。我々は元気にしてます。元気にしております。さてさて、はい、お二人、はい、アレルギーってお持ちですか。アレルギーはね、今のところはないかな。あ、いいですね。ないですか。ある。私金属アレルギーちょっとあります。本当に。あ、でも汗かくとここが真っ赤になりますね。ですね。ね、いろんな、ね、アレルギーあります、うん。まあ、そこで今回ご紹介するのは、はい、アレルギー体質の方にももっとおしゃれに気軽に指輪をつけてもらいたいと思うこちらの企業様です。お願いします。永遠の愛の証、この言葉を聞いてあなたは何を思い浮かべるだろうか。例えばこの世にたった一つしかない結婚指輪、その存在は一生を共にする相手へ捧げるかけがえのない贈り物として受け継がれてきた。そんな憧れの結婚指輪を人に優しい金属素材を使用することで、どんなお客様の幸せも光り輝く永遠の存在として叶え続ける男がここにいる。東京ダイヤモンド株式会社代表取締役広瀬一慶。2010年東京代官山の工房から出発した東京ダイヤモンド株式会社では、代表を務める広瀬自らが経験したある出来事をきっかけに、金属アレルギーに対応した結婚指輪のオーダーメイド製作をスタート。さらにジュエリー、宝石、貴金属のリフォームに至るまで、他にはないビジネスで数多くの幸せを形にし続けている。今回は広瀬一慶をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。オーダーメイド制ということで、まあ、具体的にはどういった感じでやられてるんですか。デザインからもう全部そこで一緒にできるんですか。そうですね、はい。うちの結婚指輪はですね、はい、金属アレルギーにならないというのが、特徴で、これですごい人気をいただいているわけです。嬉しいですよね。でもそういった方には、そうですね、喜んでいただいてます ね、はい、最高だよな、ね。またなぜその金属アレルギーというか、まあ、指輪工房を開業されようと思ったんですか。あ、これはですね、愛の物語なんですけれども。愛の物語当時の彼女ですね、まあ、今は妻なんですけれども、彼女が金属アレルギーということを聞きまして、彼女がつけられる結婚指輪を作りたいという思いから、始まりました。素敵なお話ですね。そしたら、まあ、奥様のために会社を立ち上げたみたいなところもありますよね。ただ、その、まあ、妻のために作ったことを、うん、ブログとか、はい、SNS で発信していったら、同じように共感してくれる方がいっぱい来てくれるようになってですね、それで会社のが軌道に乗ったと。そういった指輪の会社だったりとか、その金属会社にいらっしゃったりとかしたんですか。そうですね、アルバイトの形なんですけれど、うんうんうん、宝飾屋さんに、で働いてたこともあります。そういうの興味やっぱり終わりなんですか。はい、そうですね。もともとが美術を勉強してたということもあって、はい、美術、はい、僕としてはもともとその金属とか金属加工とかに興味があったんですけど、はい、金属アレルギーにならないっていうことは、まさかこんなに世の中から求められてるってことは全然気づかなかったんですね。金属のことばっか見ていたので、はい、いろんな人から興味を持ってくださるってことは気づかなくて、盲点でしたね。そしたらもう最初のその指輪っていうのは奥様に、そうですね、お渡ししたものって、はいはい、奥様ご反応いかがでしたか。喜んでくれてたんだと思いますけど。そんなでも喜びますよね。最高だと思うけど、そんな簡単に出来上がらないでしょ。どういう金属にたどり着くまでが難しいよね、それ。そうですね、でもその開業が2011年ということで、うん、はい、その2010年前というか、その前は何をされてたんですか。その前はですね、世界中を旅をしてまして、バックパック一つ抱えてですね、はい、で途中でベルギーのアントワープの王立アカデミーで学んだりとか、あとはいろんなクリエイターとかを訪ねながらですね、技術を学んだりとか、知見を得て世界中をぐるぐる回ってました。すげえ幸せなストーリーだ ね。そうですよね。
ただなかなかその、ね、金属アレルギーの専用 の、まあ、その特殊、まあ、構造ではあるとは思うんですけど、そう、特殊な金属ですね、はい、具体的にどういった感じで、はい、はい、まあ、こちらにある通りなんですけれど、はい、タンタルという金属、はい、そしてハフニウムという金属ですね、なかなか聞き慣れない金属の名前だと思うんですけど、はい、金属アレルギーに困ってらっしゃる方はこのタンタルとハフニウムという名前をぜひ覚えていただけたら、いただけたらと思うわけなんですけど、タンタル、ハフニウム、はい、はい、この金属が全く金属アレルギーが心配がない金属なんですね。あ、ほとんどの人が大丈夫なんですか。はい、でも金属なんですよね。金属です、ね、なのでちゃんとこうなんですか、金属光沢ですし、あと伸びたり、綺麗ですよ、はい、しかもおしゃれ、このケースもすごくおしゃれですね。はい、これ男性もんですよね、うん、あらららら、ちょうど左が開いてんだ今な。つけ心地が滑らかで、いいんですか、喜んでいただけますね。いいんですか。あ、大胆に言っちゃったわ。なるほど、あ、なるほど。なんか最初はね、やっぱりその全く違いがないと、すごく綺麗ですしね、こういったものは、まあ、オーダーということで、うん、まあ、そのデザインとかも全て、はい、もちろんです。素材から選び、はい、そしてデザインを選び、はい、もちろんサイズとか石止めもできますし、うん、中に文字が入ったりもします。金属って複雑でしょ。いろいろデコレーションできなかったり、デコレーションっていうのはあの、こう曲げたりなんかできなかったものは、はい、そういう金属もあるんですよね。そうですね、金属によってはこれらもそうで、うん、とても硬い素材なんですね。硬いんですか。プラチナとかに比べて3倍ぐらいの硬さがあるので、曲げたりするのはすごく大変なんですよ。でもしてみた時はすごい滑らかだよ、ね、なんかもう、そうですね、うん、これ全部削り出しで作っているんですね。金属の塊から削り出してこの形を造形すると。逆に硬いので傷がつきづらかったりとか、変形とかもないのでメンテナンスがほとんど必要なく、ずっともう実際1000年後でも同じままでつけていただけるはずです。指輪の生産ってやっぱり難しいというか、手間もかかりますし時間もかかりますし、はい、かかるんですね、はい、なので今 4.5 ヶ月待ちをいただいています。なかなか生産体制を増やせないでいますので、一個一個丁寧に。ほとんど結婚指輪ですか、やっぱり。ほぼ 95% 以上は結婚指輪です。何名ぐらいで実際作られてるんですか。今3名体制です。僕を入れた3名体制です。ご本人もちろんです。そうなんですね。ご注文はすごいたくさんいただくので、はい、それをですね、いかにしっかり一点一点丁寧に作るかってことには、はい、心を砕いていますね。実際に注文っていうのはどこで行われてるんですか。注文は、はい、代官山でいただいてますよ。代官山で直接店舗に行って、はい、こちら店舗がなくて、はい、工房だけで、運営してますので、はい、ご注文いただく際は近所のカフェでいつもお打ち合わせをさせていただいて、はい、で実際のお作りは代官山の工房で済む。もう、なるほど。駅のすぐ2分のところですけど、実際まあホームページだったりとかからお問い合わせいただいてっていうので、はい、やっぱりその初めてお会いするわけじゃないですか。そうですね。で、その際にやっぱりその気をつけられてることってございますか。あくまでも僕は、そのお二人の理想を実現するっていうところに注力しているので、はい、僕から何かお話をするよりはお話を聞くことをですね、に注力をしてますね。普通にオーダーして来られる方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりそのアレルギー専用って方の方が多いですか。そうですね、やはり9割ぐらいの方です。もっとですかね、 95% 近くの方は。本当需要が、ね、あるってことですね。金属アレルギーに特化して、はい、まあ、専門店としてしっかりやってるところってうちしかなくてですね、世界中でもそうみたいで、なのでこの前はハワイからも来られましたし、シンガポールからわざわざ代官山まで打ち合わせ、長浜のカフェに。そうなんですよ、はい、そうですか。それほどやっぱり大事なものですしね、結婚指輪だったりとかは、はい、実際ね、やっぱりその結婚指輪って私もまだその、ね、いただいたこともないし買ったこともないですがやっぱり実際値段的なものっていうと高い高価なイメージがあるんですが、その金属アレルギー専用とか用ってなると、はい、さらにやっぱりお値段って張るものなんですかね。そうですね、やっぱり素材が特殊なので、
まあ、あとこのダイヤモンドが止まってるものこのもので、はい80万円から90万円ぐらいのところになります。つけ心地重視で、はい石なんかも止まってないものに関しては、35万円とか、まあ、30万円から40万円ぐらいの間に収まります。そりゃそうだ、特別な金属だもんねこれね。またこのケースも可愛いんですけど、こちらもそうなんです。これも削り出しで僕が作っています。ここまでやってのそうか、いや嬉しいですね、手作りですしね。へえ、これは驚いた、うん、でもそういう金属が あるんだね、大丈夫な金属はね。それも初めて知りましたね、元素周期表ってあの科学の時間でやったと思うんですけど、はいはい、あれを一個ずつですね開拓というか、はい、この金属はどうだろう、あの金属はどうだろうって一個ずつ調べていって、でたどり着いたのがこのタンタルとハフニウム。奥様への愛と思いで、いやそういうふうにな、やっぱりうまくなってるね。なんとですね、今日はですねその奥様から、まあ、ご主人池様に、はい、あの宛てたお手紙をお預かりしてきてまして、はいはい、こうして手紙を書くのは初めてなのでちょっと緊張しています。金属アレルギーになった時点で指輪は諦めていたので、また指輪を身につけられることが素直に嬉しかったのを覚えています。それと同時に金属アレルギーで悩んでる人にももっと知ってもらいたい、知ってほしいと思いました、うん、これからも金属アレルギーにならない指輪を広めると同時に、たくさんのお客様に感動を与えていければと思います。いつかは結婚するカップルにとって憧れのブランドになれるよう、うん、常に攻めることを忘れず100年後も続くものづくりをしていけるよう一緒に頑張っていきましょう。一緒に頑張っていきましょう。いいですね、嬉しいですね。かけがえのない贈り物だからこそ、誰にとっても幸せな形を目指し続ける広瀬一慶。そんな男が掲げる今後の展望とは。まあ、常に課題は、出てくるので、それはまあ乗り越えていくだけだとは思ってはいるんですけれど、カルティエのような企業になりたいと思ってます。カルティエってあの、まあ、宝飾ブランドとしてすごく有名なので、もともとですね100年前にプラチナを溶かす技術とダイヤモンドを研磨する技術、これが100年前に確立されたんですね、はい、その技術的な確立を背景にして、カルティエがダイヤモンドとプラチナを組み合わせた、いわゆるガーランドスタイルっていうものを作って、はカルティエがね、はいはい、でそのスタイルを作ったことで今のカルティエっていうあるわけだ、地位があるわけなので、僕がやりたいことというのは、まあ、これらのですね、タンタル、ハフニウムっていう人に優しい金属を使って、100年後にですねそういう企業になっていたいなというふうに思っているわけです。ね、一緒にでもね奥さんも頑張っていきましょうということでね。そうかそうか、うん、最後になりましたが、はいはいはい、広瀬様の格言をお聞かせください。はい、弊社のミッションがですね、うん、愛の表現を最高のものにするっていう、ミッションを掲げているわけで、愛って、まあ、2つあると思っていて、うん、1つは心の中で思う愛で、もう1つは表現だと思うんですね、うん、愛の表現を、最高の表現を僕がお役に立たせていただけたらなというふうには思っておりますね。あのもう本当に日本のみならず世界にね幸せをどんどん増やしていただけたらと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて次にご紹介する企業さんなんですが、うん、お二人は何か専門といえばありますか？専門、はい、私、チンジャオロース専門でございます。前から申し上げておりますが、そうだ、アニちゃん担当だもんね。本当に素晴らしく美味しい美味しいチンジャオロースを食べたら、ね、ミシェルさんは、はい、僕はもちろん、ね、スポーツ全般、はい、スポーツ専門、やっぱサッカーじゃないですか。まあまあそういうのになりますけども。そうですよね、うん、
そこで次にご紹介するのは、はい、全国で年間100回の痛みの専門医セミナーを開催しています。こちらの企業様です。これ大事だ。多くの日本人を悩ませ続ける存在、それは目には見えない肩こりや腰痛といった慢性的な症状である。平成25年厚生労働省の調査でも、肩こりや腰痛などその症状に悩まされ続ける人々は男女ともにとても高い数値で示し出されていた。そんな痛みを心から和らげる治療のスペシャリストとして、人々に健やかな生活を取り戻す男がここにいる。痛みの専門医、院長坂戸隆。東京日本橋を拠点に全国各地の患者と向き合い続ける痛みの専門医では、院長である坂戸自身が経験した過去の困難をもとに、表面的な治療ではなく痛みの本質を探し、その原因を取り除く治療を理念に掲げ、日々知識と技術を伝え続けている。今回は坂戸隆をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。痛みの専門医は慢性的な痛みですね、はい、こういうのを2007年に開発した新しい治療方法で患者さんに対応していく形で、新しい治療法というとどういった治療法なんですか、はい、例えばこうイメージするとマッサージであるとか、はい、まあ、針とかってあったことなんですけど、はい、マッサージとかって実際こう揉み返しってなったことありますね。あれっていうのは実際は筋肉の繊維が切れてるので逆に怪我をしてるんですね。でそういう筋肉を傷つけないまま、痛みがあるとき硬くなってるじゃないですか。硬くなりますね。でその硬くなってる筋肉を柔らかくできる、その治療法を用いて患者さんに対応してるんですね。そうなんですね。それは機械を使ってだとかってそういうことじゃなくて、はい、手技ですね。手で、はい、なんていう治療法なんですか。名前は干渉法っていう名前がついてます。干渉法、はい、こちらのその痛みの専門医は いつぐらいに。で6年、はい、9ヶ月ぐらい前なんですけど、はい、私もともと研究者なんですけど、はい、長野に研究室ありまして、慢性痛を治すための研究をしてまして、もともと長野で開発できたので、これを今度論文出して世の中に広げていくために、はい、ちゃんとデータを取って出していかないと、なんだかわからないものになってしまいますから、そのための協力できる機関が、まあ、長野にはちょっとなかったもので、東京の方に、まあ、もう一個研究室として1年ほど、まあ新宿にいたんですが、はい、その後麻布に越しまして、うん、はい、そこではもう治療室構えてまして、はい、でそこで4年少しで、今東京都の日本橋に移転をして、技術者も雇って治療をやってるような形ですかね、はい、それはその技術者に先生が伝授されるわけですか。こうやってこういうものを取っていくんだみたいな。伝授して技術が身についたも人間が人が技術者なんです。この治療法を習い来ているのお医者さんたちも含め320人以上、今まで今も全国の中でもそんなまだ数少ないって干渉法を取り入れてる、うん、技術者として認められてっていうのは今6人です、はい、そうなんですか。320人習い来てて、ちょっと想像がちょっとつかないんですけど、どういった治療法なんですか。簡単に言うと、はい、痛みがあるところ硬くなってるので、はい、ここに1センチほどのね、まあ、実際指なんですけど1センチほどで指当てといたまま筋肉を伸縮させる。ただその柔らかくするには条件がありまして、力とですね、押す強さと面積と当ててる方向と筋肉を動かす速さっていう、この4つがピタッと合わないと柔らかくならないんです。それはここで感じるんですか。ここでですね、一つ一つ筋肉だったり骨のバランスとかも全部知ってなきゃもう分かんないですよね。感じるね、もう骨がずれてるから体痛いみたいなイメージあるんですけど、ずっと言われますからね。でも現実はですね、筋肉が固まると固まってる時って筋肉に縮む力が働いてるので骨引っ張るんですね。あ、そうかですよね。だから筋肉が骨がいくらずれてても筋肉柔らかい人は痛くないし、体がこうまっすぐに見えても筋肉硬ければ痛いですよ。だからその筋肉やらくしてしまえば痛みは消えるし、可動範囲が広がるっていうことなんですかね、そもそもそのなぜ痛みの専門医を立ち上げようと思ったんですか。もともと腰痛の患者でして、
18歳の時に事故に遭いまして、まあ、いろいろな病院治療院渡り歩いたけど治らず30歳でおむつで寝たきりになってたんですね。まあもう復帰できるような状況じゃないので、まあ、18歳から実際はこう医学の勉強をずっとしてきたので原因を特定できた時点で治せるという判断ができたんですね。実際はこう治療方法開発をしようと寝たきりの状態から始めたんですけど約1年かけて社会復帰できたんです。32の頃にはコルセットつけないで動くことはできました。ただ痛み全部消えたわけではないので、これを完全に治すためにできる限り早くこう治せる、まあ、筋肉を柔らかくする治療法の開発をずっと研究をしていて2007年に開発ができて、でも自分がそうだったっていうのはこれ説得力あるよね。で今こういうふうにして、そうですよね、自分も大変だったわけですもんね、まあ昔は、はい、実際その腰痛や肩こり関節痛でお悩みの方って多いですか？はい、あ多いですね。日本で今腰痛の患者さんで2770万人ですね、国が発表しているの、腰痛が一番ですか？一番困ってるのが腰痛ですね、日本の方は。なるほど、中心部、はい、後ろ前じゃなくて、そうですね、腰痛後ろです ね。なぜまあこの現代人がそうなると思われますか？筋肉が硬くなるっていうのは2つのパターンがあって、1つはこうスポーツたくさんして筋肉痛っていう状態で固まってる、はい、でもう1つは動かさないと硬くなるんですよ。ああそうか。でこの動かさないっていつ動かさないかっていうと生まれてから6ヶ月のハイハイする時までの間に腰の筋肉だけ動かさないんですね。赤ちゃんの時に全く動かさない籠の中に入れとくのも、ですね。あとマッサージすると筋肉の線切れるっていうじゃないですか、はい、筋肉痛になった時に、まあ、3日で治るからいいやほっとけばって思う方と、辛いからマッサージ屋さん行って揉んで、はい、逆に揉み返して筋肉傷つけちゃう人ですよ。あだから筋肉硬い幅をどんどん増やしていくんです、量を。だから慢性痛の増えるの当たり前なんですね。まあ、その痛みの専門医さんの、まあ、他の院っていうんですかね、はい、あのクリニックだったりとかと、はい、差別化を図ってる部分ってどういった部分ですか？まずね、治療方法が筋肉は一切傷つけない、はい、確実に筋肉柔らかくできるの で、はい、で痛いことっていうかそのボキボキとか、まあ、当然注射打つとか、はい、っていうこうリスクですね、そういうものはないまま必ず1回行くと次の予約を取ったりとかするんですけど、はい、そういったのっていうのはリピートしなきゃいけなかったりするんですか？いや、うちの院ではそれは一切やらないで、はい、患者さんが当然満足すれば終わりです。だから次の予約は取らないです。どうしても次来たいとおっしゃればそれを拒否する理由がないの で、ね、で自分で実際は治し方を覚えてできる学校みたいな、まあ、腰痛アカデミーって言うんですけど学校形式で患者さんにお伝えしてる教えてるのもあるのでそちらで覚えてもらうのも今ですね、その腰痛アカデミーってところに一般の患者さんが入会していただいて、はい、治し方を覚えていただくっていうのは1万2800人以上の方が入会していただいているの で、 もう約9年これはやってますね。月にどれぐらいのペースでされてるんですか？全国、1ヶ月で全国で8回以上やってます。8回以上、この関東圏であれば 3,4 回はやってますかね。で治し方を覚えて治った方はもう来ないのでどんどん新規の方が来てるような形。ここで普段坂戸が行っている治療を実際にスタジオで体験させてもらった。ちょっとね、頭をこうやって動かしますけど、こういう感じで、これしかやらないです、やること。これ以上のこと何もしない。どんな感じですか？これでもね、はい、初めての動きかもしれない。これで首ちょっと動かしてみてください。さっきと同じ動き。回してみて。いやこれで肩をね、肩こうやって上げて、下げます。このぐらいどうですか？首動かして。さあここ痛いこと。いや痛くない。ないですか、ね、これだからこれが治療なんですよ。だから患者さんここ見ていただいた通り、はい、傷つけるってことはないんですね。そうですよね。今のは何だったの？その動きなんですかやっぱり。そうですそうです。これをパッと動かされてそれでそこがほぐれたんですか？そうですそうです。でこれは誰でもできるんで技術が、だからお医者さんとか治療科の方にも教えて覚えてもらって現場で使ってもらうっていうこと、はい、そのセミナー
ーというか体験学習というのをされてるということなんですが、はい、詳しくお聞かせいただいてもいいですか。はい、はい、ですね、何が本当の痛みの原因なのかっていうのをこの医学的ですねに皆さんに知ってもらうんですね。でどうすれば治るかも知っていただいて、はい、で治し方自体を患者さんに覚えてってもらうって感じですかね。へ、動かし方ちょっとね、予防体操とか例えばなんですけど、はい、ワンポイントなんかこう体操とかそういったものってあります？ワンポイント、はい、そこにごめんなさい宣伝みたいになっちゃうんですけど、あの9割によっては自分で直せるって本が576円かな税込みで、はい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 、でここに一応腰痛の直し方、はい、自分で直せるように書いてあるので、これまあ見ていただいて方がいいかなと思います。いやなんかちょっとねさっきミシェルさんしていただいただけで、ね、なんかちょっと痛みが軽くなったっていうかね。何年ぐらい痛かったんですか。いやもうずっとですね。20年とか30年とか。そうですね、少なくとも現役やめて現役中から痛かったですからね。何かが引っかかってる、いつもでも引っかかってないですよね。自身が経験した苦労を糧に多くの患者へ希望を与え続ける坂戸隆。そんな男が見据える今後の展望とは。まず、腰痛アカデミーっていうね、患者さんたちが、まあ、この鑑賞法って皆さんがねこの治療法を知っていただいて、まあ、10万人以上の方が腰痛アカデミーっていうところに入会してきて、まあ、治し方を覚えて治っていっていただこうっていうのが一つの目標になります。あとお医者さんや治療科の方は5000人以上ですね、この患者さんを治す技術というのを覚えていただくっていうのも目標で今やってますね。まず目先の目標という形ですけど、将来的にはもう世界中に、はい、当然この鑑賞って治療があってもう慢性で困ったって人がいなくなるように、はい、坂戸院長の格言をお願いいたします。はい、プラスマイナスゼロっていうのが一つの格言で、嫌なことをたくさん経験する人っていうのは間違いなくいいこともたくさん経験するんですけど、これ嫌なことって忘れるんですね。私も寝たきりの頃は思い出せば思い出そうと思えば思い出しますけど、普段忘れてるのでいいことしか覚えてなくなるんで、まあ、大きな嫌なことがあった方は必ずいいことがあるので、トータルすればいいことしか覚えてないからすごい楽しい人生が送れる、まさしくっていう形ですね。まあ、今自分が本当にそういう形、今後ますます、はい、みんなを助けてあげてください。います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。経営者にとってみれば、これ一冊で不動産に関係する意思決定事項の8割は完結すると思います。すべてやる必要はありません。あとはどれをどこまでやるかを決めるだけです。実行すればやった分だけの効果が現れます。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、経営者の手取り収入を3倍にする不動産戦略。この本を書いたのはスタイルアクト株式会社の沖友人さん。なぜ元気な社長はタワーマンションやハワイのアパートを所有し自宅を社宅化しているのか、不動産ビッグデータのプロがそのノウハウを教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。